今日の内容は、リレーを利用して、オンディレイタイマーの仕草まで、各接点の変化と出力されるランプたちの動作について調べます。与えられた電気シーケンスによって、各機構別の決戦を開始します。 動作構成は電源投入の際 GL ランプが点灯になります。プッシュボタン1を押した時リレーは自己維持となってリレー接点によってタイマーに電源が入ります。タイマーに与えられた時間によって時間が経過後に各ランプの動作を確認することができます。先立ってタイマーの構成について理解しているなら簡単に動作についても把握することができます。 ここではタイマーの遅延時間を5秒にします。 今日はリレー接点を利用したオンリレイタイマーの構成及び動作について調べました。視聴してくださってありがとうございます。購読とグッドボタンを押してください。